ケネス・スミス・ハレルソンは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州、スパータンバーグ軍ウッドラフ出身の元プロ野球選手。メジャーリーグベースボールの中継実況アナウンサー。ウッドを右打ち。引退後は、MLB シカゴホワイトソックスの、球団専属アナウンサーを長く務めた。愛称は、ホーク。1959年にカンザスシティアスレチックスと、契約して、プロ入り。 1963年6月9日にメジャーデビュー。1965年より一類一種のレギュラーとなり、238の低打率ながら23本塁打を放った。ワシントンセネターズを経た後、アスレチックスに二度目の在籍時の1967年に、オーナーのチャーリー・オー・フィンリーを批判して解雇され、ボストン・レッドソックスへ移籍した。レッドソックスでは、 翌1968年に35本類が、さらに109打点を挙げて、打点王に輝いた。クリーブランド・インディアンスでプレーしていた1971年に30歳で、引退した。引退後は、実況アナウンサーとなり、1975年から1981年まで、レッドソックス、1982年から1985年まで、 シカゴホワイトソックスで同職を歴任した。1986年にはホワイトソックスの GM を務めたが、後に電動入りする監督のトニーラルーサを解任、後のオールスター選手となるボビー・ボニーヤをピッツバーグパイレーツへトレードで放出するなど、失勢続きで1年でその座を解任された。1987年からは、 アナウンサー業に戻り、同年から1989年までは、ニューヨークヤンキースの試合の実況を担当した。1990年からはホワイトソックスへ復帰した。2017年5月31日、2018年シーズン、限りで実況アナウンサーを引退することが発表された。2018年9月23日のシカゴカブス対、 ホワイトソックス戦が最後の実況となった。観客や両軍ベンチから惜しまれながら42年に渡る実況生活にピリオドを打った。ホワイトソックスの選手が本塁打を放った時の You can put it on the board, イエス、イエス、やファインプレーの時に発する m ー r c y といったフレーズが特徴的。また、独自に考案したニックネームを選手につけるのが得意である。 ありがとうございます。